皆さんこんにちは、産婦人科医の高橋玲奈です。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。本日は成人の日ですね。新成人の皆様に産婦人科医からぜひやってほしいことがありますので、今日はそのことについてお話をさせていただこうと思います。2つのうち1つ目をお話します。まずですね、子宮頸がんという病気があるんですけれども、子宮の出口にできるがんのことです。その子宮頸がんというのは検診によって早期発見をすることができます。それがですね、実は20歳以上の女性には2年に一遍推奨されています。厚生労働省から推奨されています。ですので新成人を迎えた皆様方、女性の方はぜひ子宮頸がん検診を受けていただきたいなと思います。今までの動画でもどういう検診をするのか、どういう診察室なのかっていうのを載せた動画がありますので、ぜひそちらも参考にしていただければいいかなと思います。ちなみに子宮頸がんの原因というのは HPV ヒトパピローマウイルスといって、性行為やそれに準ずる行為で感染するウイルスが原因なので、性交経験のない方っていうのはまず発症することがないんですね。そして子宮頸がんの検査というのは膣の中に機械を入れますので、性交経験のない方、挿入経験のない方というのは結構痛い検査になってしまうので、無理に受ける必要はありません。なので性交経験のある20歳以上の女性の方はぜひ2年に一遍というふうに覚えていただければいいかなと思います。子宮頸がん検診に関しては20歳以上であればお住まいの市町村から無料クーポン、もしくは割引クーポンが送られてきます。通常検診というと自費なので、3000とか4000とかかかってしまったりするところが、無料で受けられますので、ぜひ住民票のある住所に届いてますので、ぜひチェックをしてみるようにしてください。結構中には引っ越してしまって住民票を変えてないという方もいらっしゃるんですけど、そういう場合は実家の方に届いてますので、ぜひ実家の方にも確認をしてもらうようにお願いします。ただしですね、その検診のクーポンがなかったとしてもお金を払えば受けることはできますので、20歳を超えた性交経験のある方というのは受けていただけるといいかなと思います。そして新成人の方にお願いしたいもう一つのこと、ワクチンを受けましょうということです。 HPV ワクチンといって、通称子宮頸がん予防ワクチンとも言ったりするんですけれども、これはですね、中学生ぐらいから打てるものなんですけれども、中には親御さんからワクチン危ないんじゃないか、子宮頸がんワクチン危ないんじゃないかと言われて受けさせてもらえなかった方もいらっしゃると思うんですよね。ただ20歳を超えるということは、親の同意がなくても自分の同意でワクチンを受けるということが可能になります。 HPV ワクチンに関してはミンパピーというホームページがとても分かりやすく書いてありますし、厚生労働省のホームページもとても分かりやすいので概要欄に貼っておきますので、ご自身でしっかり調べていただいてワクチンを打つことをお勧めします。本日はですね、新成人の方にお願いしたい2つのことをお示ししました。子宮頸がん検診とワクチン、その2つが子宮頸がんの予防、早期発見、早期治療にとても重要になってきますので、ぜひ受けていただきたいなと思います。本日はこの辺で終わりにします。今日の動画が役に立ったなという方は評価お願いします。コメントもお待ちしております。それでは産婦人科医の高橋玲奈でした。新成人の皆様おめでとうございます。